オーディン・ライズ・ツー・ヘル、W.G. コリングウッドによる、挿絵、バルドルの夢とは、エッダ詩の一つである。ベグタムルの歌と呼ばれることもある。AM748i42 という写本に収められていた。この詩の中で述べられているのは、バルドルの詩に関する情報であり、ギュルビ・タブラカシの情報とある、程度符号している。この詩は、バルドルが自分が、詩に瀕している。 暗示のような悪夢を見たと告げるところから始まる。オーディンは詳細を調べるため、馬を借り、ヘルヘイムへ向かう。ある巫女の墓を見つけ、彼女を蘇らせる。二人は話を交わし、巫女はオーディンに、バルドルの運命について語る。最後に、オーディンが自らの蘇生を明かしてしまうような質問を行い、巫女は帰りなさいと答える。この詩は最も短いエッタ詩の一つとして知られ、 雇用戦法で作られた14スタンザからなっている。後世の何冊かの紙写本では5スタンザ増えているが、その起源は新しいと考えられている。ソファスブーガは、それら造補されたスタンザは前兆の歌の作者がまとめたものである、と信じていた。ありがとうございます。